い、こんにちは、藤尾でございます。昼ご飯でございます。お野菜はありません。また焼きそばですけど、私お弁当屋ですよ。いただきますけども、私はお弁当屋さんです。朝からお野菜いっぱいあるし、毎朝もやし炒めとか野菜炒めとか、その味噌汁には野菜いっぱい入れて、野菜はいっぱい食べてます。確かにげっそりおじいちゃんみたいですけど、野菜は食べてます。しかももう60です。だから体のことは若い人が心配されないでください。自分のことを考えて。また突っ込みますよ誰か。私分かってたんですよ。だからあれはなぜ今日流したかって言ったね、日曜日の夜、土曜日食べたんですよね、揚げ物。あれは半額じゃないですよ、普通のお値段で買います。もうですね、半額オンパレードでですね。あ、そうだ、一回止めます。ここまででいいところで調子に乗ると止まるんですよ。一回止めます。二回目です。そうですね、野菜を、あれをですね、揚げ物買ったんです。あれしかなかったそうです、母ちゃんが言うの。安かったんで、一個単価が200円とか100円だったんで、まあ動画を上げないといけないんで、仕方なくやむを得ず買ったんですよ。土曜日ぐらいいいだろう、毎日毎日こういうの食べて、動画上げてるよりもエビとかああいうの食べて、お惣菜イオンの、ビッグのお惣菜を買ったんですよ。お金ないのに買って食べたら、お野菜も食べてくださいってコメントありました。はい、ありがとうございます。いつもいつも突っ込んでくれて、お野菜は食べてください。毎回書かないといけないんですか。だから私はその後の、はい、そうですねって一応返しました。で、その後の動画でもやしチャンプルーを食べて、お野菜いっぱい食べる親父って流しました。それでも負けず嫌いの親父は、次の動画では、チャーハンだったんで、また突っ込まれるようなんで、レタスチャーハンなんですよ。レタスたっぷり入れたチャーハンなんで、お野菜を入れています。それと業務スーパーのポテトサラダを食べました。あれはジャガイモイコールお野菜ですということで、お流しさせていただきました。はい、でそうこう教えてまたコメント見てたら、何言ってるか分かんないってコメントですね。今日久しぶりに見たら4ぐらいグッドボタンついてます。はい、おかげさまで。コメントはいいですね。こう食べないといけないんですよね。これをこう食べるんですよね。うん、うまい。うん、ちぎったまんまよ。これがご飯に合う。豆野菜ですか。豆腐やっこ、わかんないで、一応私もですね、見るんですよ。いろんな、この人は何年前からやってて、どのぐらいやってて、どんな動画作ってるのか見て、コメントやるんですよ。私がやってた時もそうしたんですよ。で、動画見て、楽しい人だな、こんな人だな、っていや動画出すんですよ。もうすぐ流すんですかね。毎回毎回だってもう、弁当屋の親父が野菜食べないわけないじゃないですか。あれは私が言いましたよね。妻にご飯ぐらい作らせるよって。言われたんで、私はそれを避けて、あえて、バクバク、スーパーの惣菜を食べる、バカオヤジって書いたんですよ。バカオヤジだったから、とにかく書きました。今度はそれに対して、お野菜も食べてくださいって言ってます。うん、まあ、
これはご飯に合うね。こういうのがご飯に。ご飯に合う。焼きそばです。これは、騙されてないですよね、これは。騙してないですよね、このテリマヨは。テリッタママヨ。これ騙してないですよね、一平ちゃん。一平さん、騙さない味。一平の味です。沖縄の言葉で、一平マーさんと言います。いい言葉です。とってもってことです。間違ってたらすいません。私はそういうふうに認識です。ゲージかな？一平って何なの？一平マーさん。まあ、とりあえずみたいな。まあ、一平マーさん。一平マーさん。あ、沖縄人突っ込んでください。一平マーさんって何ですか？デイジとかワッチェとかワッチェは加工しました。ワッチェって加工しないことなんですか。ワッチェワッチェマーさんって合ってないですか。沖縄にワッチェマーさん、デイジマーさん、場所によっては新地下っていうとこもあるでしょ。新地下とか新地下とか、まああの人は分かんないですけど、この辺のバターは10個って言いますよ。1個でも10個って言います。10個も当たったわけ。いるよね、たまに10個って。食べてるよ、ナゲット。もういいよ、あげるよ、お前に。食べよう。今日はあのコメントで、私の今まで YouTube をやった中で優勝者が出ました。あのコメントはいいコメント。優勝コメントです。ああいうのを書いてくれたらありがたいけど、突っ込むばっかりいますよ。その時はめんどくさいんで切りますから。あれで何回も喧嘩したことあるんですよ、前にですね。それこそ、自動販売機で、ゴミを置いていく人がいるってわかんないんだけど、夜起きたら1万か、ぐらいまで行ったら、私にとっては最高行ってたら1万6千まで行ったんですよ。びっくりしたんですよ、あの時初めてだったんで、ショート動画上げて。あの、私にとってはもうあの時初めてバズったんですよ、1万6千までっていうことでですよ。そこでですね、なんで伸びたかって理由があって、別にゴミ捨ててもいいやろって。ゴミ箱置かないやつが悪いんだ。いや、ゴミ箱置いてたら他のものも捨てられるの。弁当屋さんも大変なんだと。ああ、置くのが義務だろうってか、なんかいろいろ燃えたんですよ、そこで。私、それも、オフにしました。あのまま放っとけば、あれ10万ぐらいいったかもしれないですよ。みんな臭いじゃないですか。みんなそれで伸ばしてると思いますよ。きっと。それが好きな人がいるんですよ。それを餌に探して、なんか突っ込みたいで、行きまーす。足んないって言われるやつ行きまーす。はい。
汚なくってもいいんですよ、見なきゃ。あなたが見なきゃ汚いと思ってるから、見なきゃいいんですよ。汚いけど美味しいんですよ。最初はみんなこんなもんなんですよ。冷やしそうめんを汁につけて食べたと最初は汚いって言われたかもしれないですよ。いろいろみんな言われたと思いますよ、最初は。この一番の仲のいい原田君って言ったんですよ。鹿児島のあのお芋屋さんに行って、上下がお芋屋さんの工場だったんですけど、上に工場があってお芋を入れてたんですよね。そこの下は当選協っていう麺屋さんだったんですよ。一回やってみようって、麺を買って相席いいですかって行ってみろって行かしたんですよ。あれグーグル回ってるから汚いじゃないですか、知らない人と一緒に食べるの。断られてましたよ。かわいそうだった。だから私は汚いのは原田君です。多分。汚いって言われてました。確かにぐるぐる回ってるのと水は流してくるんですよ。いい水、山からきれいな水が流れてくけど、回ってるんで、また誰が自分のか分かんないじゃないですか。麺入れたら、ぐるぐる回るじゃないですか。そこに相席して、入れたら、どれがどれか分かんないですか、自分の。一応そういうつもりで断られたんですけど、本人は汚いからかなって思ってる。彼はもう20年ぐらい会ってない、もっと会ってないかな、もっと会ってないかもしれない。一番仲良かった、僕が営業してた中で。ただ彼は私の企みね、チンタを置いたんですよ。中国に行ったんですよ。私が東京行った時、あいつは中国に行ってる。で、奥さんは美人な中国人と結婚してます。もう知ってた？花田君、中国人と結婚したの。で、着るじゃないですか。今聞いてないけど、美人だったの？聞くんですよ。私見てないです。聞いた話です。月上君から聞きました。仲間ってるんですよ。だからめちゃくちゃ文句も言わずね、一生懸命楽しい。アメリカに行ってるのもいいし、中国にはもう5人ぐらいいますよ。元僕の部下の人たちが、私はここに行って沖縄に行って、さっきスリランカの人来たんですけど、なんか俺がおしゃべりだからもう帰っていいって言ったんですよ。スリランカ人に言われたんですよ。で、あの人いつも思うんですけど、日焼けするってめちゃくちゃ顔隠してるんですよ。あれ絶対ギャングですよ。あれ日焼けするって言ってんだよね、あれね。真っ黒じゃない、もともとが。俺みたいに日焼けするって言うんですよ、今日も。それで忙しいって言って、もう店長喋るいやーとか言って逃げてったんですよ。逃げてったのに麺と掴んで温めてって言ったんですよ。あれあっちも好きなの、温めてって言うんだよね、あれね、あっちは。しかもフーチャンプル、本当はカレーが食べたいそうです。で、なんか不利になってきたら自分の国のこととか、カワンが行けばあねーって言うんですよ。私何言ってるかわかんないですよ。さっきは何言ってるかわかんないから値引きしてたんですよね。騙して売れって母ちゃんに言ったんですよ。
ダメ、100円引き書いてるって言ってバレてました。そういうのは分かるんですよね、あれね。母ちゃん、分からよ、普通の値段で売れって言った。普通聞こえないのよ、私のが。ダメ、100円引き書いてる。はい、ちゃんと100円引き、一人参加人に貢献しました。一人ではありません。いい人たちです。ただ、本が小さいんです。ね。今日は3人で来ました。あと、あれもいますよ。韓国人。最近よく来る韓国人ね。でも、ずっと私、アニハセヨって言ってたら、これしかわかんないんですかって言われました。はい、勉強したいですね。あ、そやそや、あのやーって言ったんですよ。韓国の風に。韓国風に沖縄弁って言ったら、あ、そやそや、ぬわぐとがやって言ったら、はぁって言ってんの。で、ちょっとして、方言ですよねって言ったんですよ。わかるのって言ったら、奥さんは名護の人って言ってます。沖縄人でした。やばいことをしました。はい。韓国人も来ます。日本人の、ここの現場の仕事の人は来ません。あんだけ迷惑かけてても今日も来ません。はい。もう、この物はなくなりますと、そろそろ終わるんで、あの現場。よかったですよ。うん、続いてる。ごちそうさまでした。もう愚痴ばっかなんで、やめてください。さよなら、ごちそうさまでした。